お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。夏目未来です。よろしくお願いします。最近ナンパとかってされました？最近はされた。最近いつ？3日前とか。あ、超直近ですね。そう、連絡先聞いたから、はい、ちょっとどう調理しようか。経験人数何人なんですか？じゃあ何人だろう。あんま数えてないけど、多分3桁は。いや、全然行ってる。全然行ってるんだ。うん、全然行ってます。経験人数が3桁超えってことなんですけど、うん、子供の頃からもそんな感じだったんですか？うん。いつからそういう欲が増してきたんですか？本当、小学校の低学年ぐらいから一人でしたりとか。早いですね。もう今さえあればそういう行為だって分かんなくても一人で触ったりとか、うん、してて。あ、そうなんですね。お母さんに、え、何してるの、うん、って言われたことあった。なるほど。でも、えって感じだった。分かんなかったから、その時。え、初体験は？初体験は、はい、でも遅い、17、16、17。意外に遅いですね。そうそうそう。学生じゃなくて、真面目に部活とかやってたとか、そういうことですか？あ、真面目にやってたっていうか、結構なんか、その時はコミュ障だったかな、すごい。なんか逆に一人でやりすぎちゃってるから、男の人そういう対象で見ちゃってるから。あ、なるほどね。ずっと見ちゃうし。なるほどね。どうしよう。部活とかは何かやってたんですか？機械体操やってました。体操やってたんですか？そうです。で、今と雰囲気も違う、黒髪で真面目な。そう、真面目。じゃあ体柔らかいんですか？柔らかい。ちょっとだけ、シートよりもう硬くなっちゃう。あ、そうなんです。あ、でもね、バク転とかできます。え、バク転できるんですか？じゃあ言わないですけど、もしここでバク転やってみてって言ったらできる。足場が悪い。こんなヒールでバク転する人なんて多分世の中で。やばい。これはまずいかも。ちなみに体が柔らかいと、その夜の営み的にはいい、うん、いいんです。とってもいい、20丸です。それはなんでですか？やっぱなんか柔らかいとよく入る、奥まで。よく。あ、なるほどね。あ、密着率が上がるのか。なんかこうやって足上げるやつ。なんかこうやって、ね、こっちにやって、や、すごい足上げるとズズズと奥まで入って、あ、密着率が上がる。そう、とっても上がる。じゃあ体操とかやってる方と合コンであったら、ちょっと夜はそういう想像もしていいという。そう、いい。すごい柔らかいから奥まで入るぞ。なるほどね。で、ちょっと話それちゃいましたけど、初体験はそれでどういう感じだったんですか？体験は結構もう自分でめっちゃやっちゃってたから、うん、めっちゃ気持ちよかったな。ああ、もうある程度開発済みだったから。そう、もう自分で吹いてました、初体験から。お相手は？お相手は同級生で、うん、向こうも初めてだったの。びっくりしてた。向こうはもうテクニシャンで勘違いしちゃいますよね、そんな。いきなりそんなすごかったんですか？同級生の、うん、彼氏、うん、彼氏だった。そうなんだ、うん、付き合って何ヶ月目かに。そう、あ、付き合ってその日に。何とかしたかったんですね。したかった。そっからなんでそんな遊ぶというか、うん、経験人数増えたんですか？ずっと16までは、うん、ずっと一人でしてきて、天候、うん、どんな感じなんだろうって思って、うん、初体験で気持ちよくて、あ、最高って思って。一人目から二人目も早かったというか。早かった。うん、その彼氏のすごい一番の親友。そうでしょ。え、それこっそり秘密で。それは良かったです、ね。気持ちよかった。それは誘われたんですか？え、誘った。割れそうな雰囲気を誘出したん。そう、出した。へえー。じゃあもうそれで一気に爆発しちゃって、うん、まあたくさん増えて、今現在でまあもう100人ギリというか。うん、うん、そうです。で、ちなみにその変わった場所とかそういうの体験とかってあります？変わった場所、あ、新幹線です。新幹線でやった。新幹線。座席で？いや、あの、なんか新幹線手洗うとこに、うん、なんかカーテンあるじゃないですか。仕切りがね。そこで出して、はい、回されて拭いて
入はそこでバレたらさすがに逮捕かなって思ったからおトイレに行って。なるほどね。やった。え、揺れとか大丈夫でしょ？揺れで逆に奥にさらね。揺れも興奮に変えてプレイに変えて。そう。なるほど。最後にじゃあ直近に絡み合ったのは5日だけ。昨日。昨日。昨日、あ、今日の日付変わってからだから今日。今日、朝方っていうかその夜の0時過ぎ。そう。え、そのお方の家から今ほぼ直行。じゃあ今興奮冷めやらぬ状態ではある。そう、帰ったら、うん、また一人ですよ。またするんですね。って思ってる。なるほど。最後すいません。今日の下着の色だけ。今日はちょっと待って忘れて。あ、忘れて。言ってね。はい、緑。